何がいてもおかしくない、何が来ても大丈夫、心構えのことを言っているんでございますけれどもね、本当に微妙な季節でございますのでね、こちらはね前回に引き続きのび太きでございますけれども、今回もねのび太きさんとエゾビタキさんには大変お世話になっておりますので、そういった様子を中心にお送りしたいんですけれどもね、まずご覧いただきますのはこちらです。コシアカツバメなんですよね。毎年この季節といいますかね、ちょうど10月の10日過ぎぐらいになりますと、我が家のね、家の中から撮影しているんですが、このように電線にねコシアカツバメがおそらく何百羽、ね、何百羽、ね、来ているんじゃないかなと思っているんですけれどもね、実はね3日ほど前にも同じような姿を見ておりますので、こういったことを何度か繰り返しながら旅立っていくのかなと思ってますね。そして今日の出だしはねこちらでございます。穏やかな感じでね、このシジュウカラとの出会いから始まっているんですけれどもね、今回出かけておりますのはこちら兵庫県の内陸部北播磨という地域にあります自然公園の一つなんですけれども、こちらね早速出てきてくれましたけれども、エゾビタキですかね。この季節というのはね旅鳥がね立ち寄る季節でもありますのでね、本当にどんな鳥に出会うかわからないっていうようなね心構えではね出かけているわけでございますけれどもね、今回のタイトルね、真秋っていうようなことを書いてますけど、真夏とか真冬っていうね言い方ありますけども、真秋とか真春なんていう言い方はありませんよね。それは何でしょうね、すごく暑いとかすごく寒いとかいうような表現でね、まあなんとかっていうのを使うらしいので、穏やかな季節にはそういった扱い方はしないんですかね。そしてエゾビタキですけれども、このエゾビタキにはね私昨シーズン初めてこの地域で出会ったんですけれどもね、ちょっとねお天気の変わり具合なども合わせて皆さんね今回ご覧いただきたいんですけれども、秋の天候というのはね一瞬にして空が曇り空になったりとかしますんでね、そういった様子をねご覧いただきたいんですよね。一瞬にしてこのように雲の動きがねご覧いただけると思いますけれどもね、夏と違いまして、夏はねピンポイントで空模様が変わったりするんですけれども、秋はね全体的に一瞬にしてね雲が覆うような変わり方をしますんでね、まあ、今日は幸いね雨が降るっていうことはなかったんですけれどもね、しばらく雨が続いてましてね、このチャンネルの動画もね久しぶりのアップになるんですけれどもね、こちらは奇跡霊ですね。普段河川の堤防を歩いていることが多いので、セキレイたちっていうのはねこのチャンネルでは超レギュラー級の鳥たちなんですけれどもね、こちらはね、自然公園の一つでございます。時々この場所はね歩いているんでございますけれどもね、セキレイたちっていうのは普段縄張り意識が強いのでね単独行動していることが多いんですけれどもね、この季節は意外にもこのようにね違う種類同士であってもね近くにいることがあるんですけれどもね、後ほどまた違う場所でもこのようなシーンに出会っておりますので、ご覧いただきたいと思いますけれどもね、まあ、季節の変わり目というのかそういったことで野鳥たちの姿っていうのもね、変わってくるんですよね。そしてヒヨドリがおりますのはこれは山ごぼうという植物ですかね。このように木の実がね実ってくる季節でもありますので、こういった木の実と野鳥とのコラボっていうのもね楽しみですよね。そしてこれねスズメがいるのかなと思ってねよく見ておりますと、カワラヒワだったんですね。カワラヒワこのようにねひまわりの種とかも大好きですしね、こういった種と言ったらいいのかな、まあ、種子も大好きですよね集団シワッチでしたね、
すごく迫力がありましたけれどもね。まあ稲ね、米といえばこのスズメかなと思っていたんですが、カワラヒワなんかも大好きなんですよね。このようにね、稲の収穫もね随分進み始めているようでございますけれども、その刈り取り後にはねいろんな野鳥がやってくるんですけれどもね、何を求めてやってきているんでしょうかね。後ほどご覧いただきますけれども、セキレイなんかも結構ね刈り取り後にもやってくるんですけれどもね、まあ、セキレイは雑食なので、そこにいる昆虫とか小動物などを食べているんじゃないかなと思ってるんですけどね、まあ、このようにサギの仲間たちもねこの農地の方をねすごく見つめているような姿が見えておりましたけれどもね。そして、こちらはね、大豆畑なんですけれどもね、こちらの地域では黒大豆のね栽培が盛んに行われておりますので、こちらもそうではないかなと思いますね。後ほど同じ大豆畑にね、冒頭ご覧いただきましたのび太きがねたくさん来ておりましたね。そして、こちらねイソヒヨドリが何か捕まえてますね。イソヒヨドリはねこのようにピョン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 ってねホッピングスタイルなんですよね。野鳥たちっていうのはスズメの代表的なスタイルね、ホッピングとセキレイなどのようにねウォーキングスタイルの鳥がいるんですけれどもね、こちらセグロセキレイですけれどもね、稲の刈り取り跡でございますけれどもね、セグロセキレイが飛び立った後にこちらねキセキレイがね一羽残っているのがお分かりでしょうかね。このようにね結構仲良くしているんですよね。そして農地の中にね伸びた木がありますよね。木ではないですけれどもちょっと高い目の植物があるような場所でね、このように頂上で、待機しながら伸びた木がね周囲の昆虫などがね飛び立つのをね観察するというかね、それを見つけるとこのようにねシュワッスクランブル発進するんですよね。こちらねよくひっつき虫なんてこちらでは言ってる植物の一つですけれどもね、そういったところにおりますよね。このようにね一瞬にして空模様がね変わりつつあったんですよね。しばらく雨模様の天気がね続いておりましたので大丈夫かなと思ってましたけれどもね、幸い今日はね雨が降ることはなかったんですけれどもね。そして農地を過ぎましてね河川の堤防にたどり着いておりますけれどもね、こちらはアマガモですかね。手前にねカイツブリが潜っていたのがねちらっと見えましたけれどもね。このね時期っていうのはね食欲の秋じゃないですか皆さんね。実はあの黒大豆ね先ほどご覧いただきましたけれども、黒大豆の枝豆がね美味しいんですよね。この北播磨のお隣になりますけれども、丹波のね、笹山、丹波笹山の方ではね黒大豆の枝豆がねそろそろ販売されているようでございましてね、そろそろねそれを目当てに出かけたいなと思っているんですよね。ちょっと前にね実はそちらの方に栗をね丹波栗ですね、それを買い求めにね出かけていったところでございますけれども、まあこれ実りの秋、そしてそれに関連して食欲の秋でございますのでね、この秋をねどのように、まあダイエット中でございまして皆様方にも宣言しております通りね、3ヶ月ぐらいで3キロぐらいは減量したいなと思っているんですが、こちらの誘惑ね食欲の秋の誘惑にどのように持ちこたえるかっていうのはね非常に難解というかね困難でございましてね、こちらね、言いましたように大豆なんですよね。のび太きがおりますのはね、こちらはのび太きのオスですかね。冒頭にもご覧いただきました通り顔のあたりの黒っぽいのがね、のび太きのオスなんですけれどもね、のび太きっていうのはね春にもねやってくるんですけど、その時にはね
こののび太きのオスっていうのは全く姿が違いますんでね、羽のあたりは真っ黒になりますし、お腹あたりはもっと真っ白に近いような色合いなんですけれどもね、この時期はちょっと違いますね。メスとね識別するには顔のあたりの黒っぽさであったりとか、羽のあたりもねちょっと黒みが強いような感じがしますよね、オスはね。こちらがおそらくメスだと思うんですけれどもね、私はねこののび太きその存在すら知らなかったんですけれどもね、あこれなんか風で植物がね頭のあたりに覆いかぶさってくるのはすごくなんか困った様子で受け止めておりましたけれどもね、一番最初ねのび太きのメスを見かけた時にね、このちょうどこの時期だったと思うんですよ、もうジョビコ先生来られてるんかななんてね思ってましたらね、撮影してきたものをよく見てみますとね、ジョビ先生ではなくって何だろうなんてね思ってちょっと調べてみますと、のび太きであったというようなことがありましたけれどもね。ということでね、今日も前回に引き続きのび太き&映像びたきには大変お世話になりましたけれどもね、何かこのコンビにお似合いのネーミングとかありましたらね、皆さん考えていただきたいと思いますね。今日はね、私なりにのび&エゾビーねというようなタイトルをつけているんでございますけれどもね、のび太きにしろエゾビタキにしろね、ヒタキの仲間っていうのはね、枝かぶりとか草かぶりにならないような場所にねいてくれることがあるので、それがありがたいですよね。私前回というか以前にね撮影したものをね見返す機会がありまして、見てますと 99% ぐらいはね枝かぶりおよび草かぶりになってますもんね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。